動画は私のマルタ留学中の一日をまとめた Vlog です。今日は結構曇ってますね。涼しいです。朝ごはんはだいたいシリアルを食べます。こっちが甘すぎたからこの風味のコーンフレークを混ぜて食べてます。キッチン結構広い。私の職業はフリーランスエンジニアで、留学しながらも働いてるので、今だいたい10時ぐらいなんですけど、授業が1時半からなんで、それまではお仕事します。12時になりました。お昼ご飯を食べます。今日のご飯はパスタ。出てきた。だいたい今1時過ぎです。あと10分ぐらいしたら学校行ってきます。今学校に向かってます。私が住んでるアパートから学校までは歩いて10分ぐらいです。で、私は今カンバセーションクラスとグラマークラスっていう会話メインの授業と、あと文法メインの授業の2つを取ってて、先にカンバセーションクラスが1時半から始まります。で、1時半から、3時までがその1個目の授業で、それが終わったら30分休憩で、その後3時半からグラマーのクラスが、90分90分で3時間あります。なので合計で4時間半頑張ります。今日もいい天気ですね。朝は結構曇ってたけど、今青空も見えますね。もう9月の後半だけど、結構暑いです。学校に着きました。1個目の授業が終わりました。30分休憩時間があるので、この間に日本にいる夫と電話をします。じゃあね、また明日。休み時間30分しかなくて、この間じゃないと日本との時差の関係で向こうの出演はできないから。
日から文法の方のクラスが始まります。今からスーパーに寄って帰ります。基本的には学校とお家の間にあるこのウェルビーズスーパーマーケットっていうところでお買い物をしてから帰ります。晩ご飯も食べ終わって今は8時50分なんですけど、新しく学校に入学してきた人たちと交流する場としてウェルカムパーティーが毎週月曜日に行われているので、そのパーティーに行ってきたいと思います。あ、はい、こうやってね、一人で女の人が歩いてても特に危険じゃない感じがいいよね。もちろん背後とかには気をつけないといけないけど。はい、お家に帰ってきました。今からお風呂に入って寝る支度をしていきます。現在11時15分です。ちなみにお風呂はこんな感じです。トイレがあって、洗面台があって、シャワーがあります。シャワーの、ね、水圧も、前のアパートはめっちゃ水圧が弱かったけど、このアパートはシャワーの水圧全然問題ないです。でシャンプーとかは各自自分のものを持ってきて、ここに置いてます。現在11時45分です。これから毎日日記代わりに YouTube と Instagram で投稿してる動画を作って一日を締めたいと思います。 OK、 終わった今はもう大体夜の12時ですね。夜中の12時です。歯磨いて寝たいと思います。ということで、私の平均的な留学生活の一日はこんな感じでした。マルタに留学したいなとか、語学学校ってどんな感じなのかなって思っている人に届いたらいいなと思います。いいねボタンを押してくれると嬉しいです。それじゃあまたね、おやすみ。